ていただいて本当にありがとうございます。私もとっても楽しみにしていました。あんまり私はこう偉そうに喋るのは得意じゃないんですけど質問とかご意見とかいつでもポンポン入ってきていただけると私も楽しく嬉しく思います。じゃあ今日は1時間ほどタムのお話させていただきます。どうぞよろしくお願いします。ロマン・アルカラ・カナという名前です。普段はカリフォルニア州のバークレーで種の研究ですとか都市農業ですとか活動をパートナーのアントニオと一緒にしています。あとは今2歳の、息子のリオちゃんという可愛い子がいて基本的には子供と走ります。で、私が活動とか研究をしているテーマでもあるんですけど、今食べ物とか農業に限らず社会で大きなシフトが起きているように思います。で、まず一つの世界観というのは人間が自然の頂点に立って他の自然を支配するそういうものの見方で、もう一つは人間はその自然の一部であって他の生き物と一緒に生かし合いながら生きているそういう考え方です。で、種をめぐってもこれは一緒でして、片方はその種が他の生き物の中で存在してからどんどん人間が分断してその特許とかをかけてそのどんどん商品化していくっていう流れで、もう一つはその種っていうのは他の生き物の中につながりの中に存在しているものだからそのつながりの中で一緒に生きていこうっていう世界が、その多分今支配的なのはこの右側の左側の三角の方ですね。で、ちょっと歴史をおさらいしてみたいと思うんですけれども、農業は歴史学で一応2万3000年前から始まったというふうに言われてます。で、農業って何かっていうと、こう人間が生きている中で周りに生えている植物ですね。植物の中でも人間にとって有益なもの、例えば美味しかったりですとか 薬になったりそういうもの、有益なものをどんどん種をついで飼いならしていく、そういう作業が農業です。で、もともとは例えばただの根っこだったのをそのどんどん根っこの中でも美味しいものだったり薬効が強いものだったりっていうのをどんどん種をついていって、でさらにそのいろんな場所を取りしていく中でその野菜ですとか果物っていうのをどんどん姿形中身っていうのを変えていった歴史があります。それを踏まえた上でこれは何だと思います？私たちが普段慣れ親しんでる果物の1万年前の姿。バナナです。バナナです。種がすごいいっぱい入ってたので、食べにくそうですよね、すごく。で、これの中でも多分ずっと種がより小さいもの。で、果肉が甘いものっていうのを選別して種取りしてついでいった結果が今のバナナ。じゃあもう一個いきます。これは何でしょうか？ごぼうですよね、感じ。この見た感じは人参でした。たった1000年前ぐらいこんな見た目だったし、よく食べようと思いますよね、この木の根っこ。じゃあもう一つ、こちらは何でしょうか？なんだろう、稲だ、稲ですね。これですよね、穀物という点では合ってます。トウモロコシです。で、この元の原種っていうのも今も存在してるんですけど、このサイズが2センチぐらいです。それが今のこのモリモリ食べれるサイズまで品種改良が重ねられてきたっていうことになっています。で、これ以外にもスイカ、たった数百年前はこんなに果肉が少なかったみたいです。ぐるぐる巻きになって今でもスイカよく見てみるとこのぐるぐるが見えます。ちょっと夏食べるとき見てみましょう。で、このスイカの元の原種はこんなちまっとしたすごいですね。いい反応ありがとうございます。桃も最初はこのさくらんぼみたいな、それが今みたいに果肉いっぱいのジューシー。で、品種改良っていうのはこういうふうに元の原種っていうのがあって、その中でも葉っぱをどんどん大きくしていったり、お花を大きくしていったり、芽をもっと食べやすくしていったりしていくのが品種改良です。で、こういうふうにどんどん野菜の種類が増えていって、
つい100年前ぐらいまでものすごい豊かな野菜がもうそこら中にたくさんの種類があったんですけれども、過去100年に大事件がありまして、私たちは地球上の 94% の野菜の品種を失いました。例えばキャベツ544種類あったのが今28種類です、カリフラワーは158種類が9種類、ありがとうございますビーツが288種類が10種類アスパラはに至っては46種類あったのが今1種類しか出ていることができません。であのあらゆる野菜が大体 90% 以上品種がなくなってしまっています。もう大絶滅が起きているんですね、私たちが生きている間に。でこの、いろんな要因があったんです、この背景には。でもその多様な方面から攻められて大絶滅が起きてしまったんですけど、かいつまんで話すと、ハイブリッド種子っていうのがまず技術が開発された。これによって今まで自然界の中では自然に交配するはずのない作物同士が掛け合わさって、よりなんか形状が安定した野菜を作ることができるようになったんです。で同じサイズのトマトとか同じ曲がり具合の長さのキュウリとかが作れるようになって、そうするとマーケットに流すときに楽ですよね。この前伺ったんですけど、キュウリとかもカッパ巻きのサイズに合った長さのキュウリとかができてます。海苔の長さに。小松伝統というか、そっちに合わせてるんですね。その人間の加工マーケットの都合で野菜がどんどん作られている。で、その開発されたものに対して知的所有権が適用されるようになったんです。知的所有権っていうのは、もともとは工業製品とか小説とか、なんか発明のアイディアとかそういうそういうものに対してつけられてたんですけど、これのすごいところはその生命に対して、その開発された技術じゃなくて開発された種そのもの、生命に対して特許がかけられたっていう事件が起きました。これによってその種を企業が開発した種に対して農民の人が勝手にこう調べたりとか、それを栽培して売ったりとか、そういうことがこう全面的に禁止されるようになったんですね。であとはこう緑の革命ってどんどん工業的な農業が発展して、その農薬とセットの種が売られたりですとか、あと遺伝子組み換え技術の開発、それからマーケットの拡大、グローバリゼーションっていろんなことがあったんですけれども、そうした結果として、もともとは今でもこういうところあるんですけども、自分の生活の範囲内で生活の一部として農業を行っていたのが、もともとアメリカの郊外って全部こんな感じなんですけど、工場で工業製品を作るみたいに一気に種をまいて、一気に農薬をまいて、一気にバーって収穫するっていう、そういう食べ物の作り方になっています。また互換性の問題でしたら、なんか暗くなるんですけど、で農業がどんどん商品化されていって、この下はなんかいろんな多国籍企業が食料生産を支配してる図だったんですけど、今は食料生産はこれを右上の5社を含む6社が基本的に種子市場の 70% を支配しているというふうに言っています。で特にモンサントなんかはもともとは何の会社だったかっていうと、第二次世界大戦中に毒ガスを作っていた会社なんですね。で毒ガスっていうのは窒素を燃料として作られるんですけど、その戦争が終わってしまって窒素が大量に余ってしまった。でその窒素をどうするかっていうことで農薬と化学肥料を作り始めたんです。で種だけだと比率は少ないんですけど、その種と農薬と化学肥料を全部セットにすると莫大な利益が上がりですね。それでどんどん市場を支配していたっていう流れがあります。でこうやって効率化していくと便利な部分もあるんじゃないかっていう考えるんですけど、一年中かぼちゃが手に入ったりとか、でもそういう風な流れの中で多分種が今まで自然の恵みとしていただきますというふうにいただいて、それでまた売れるっていう流れの中からだんだん商品として扱われるようになっていく。そうするとその種取りを一緒に行っていた共同体であったりですとか、あと農業の際のお祭りっていうのはどんどん分断されていって、その命のつながり、社会のつながり、コミュニティのつながりっていうのはどんどん分断されていく。でそれと同時に生物と文化の多様性が損失されます。で野菜の品種がさっきなくなったっていうことも言った
たんですけど、それと同時に農薬の影響で地球上の蜂がもう 75% なくなってしまったっていうふうに言われています。これと同じ流れで日本の主要作物種子法の廃止っていうのがあります。種子法についてご存知の方いらっしゃいますか？名前だけで、まあ、名前は知ってます。ありがとうございます。今日呼んでいただいた方々と前田さんも意見書を提出する流れを後押しされたということで、後でぜひお話を伺いたいんですけれども、この主要作物種子法廃止、種子法っていうのが、ものすごいスピードで去年から今年に至るまでの間に廃止されました。廃止が決まりました。で、もともとは戦後の食料を安定して供給するための制度でして、各都道府県で計画的な種子の生産を定めていた。で、これによって国内で種子の自給の 100% が実現していて、で、地域にあった多様な品種っていうのがこの国の援助があって維持されていた。ただ一方で、多分農家の種類の、どんな種類の農業をやっているかにもよると思うんですけれども、例えば自然栽培の農業をやっている方なんかに聞くと、その国に管理された種しか植えられないので、そのすごいコントロールされていて、この種子法のせいで自由がなかったっていう側面もあったそうです。いい面と悪い面と、ボロ刃の刃だと。ただこの種子法っていうのが2017年にたった2ヶ月の間に審議の前に説明会も一切なしのまま、森友問題のスキャンダルでわーわー騒いでる間に一気に廃止が決まってしまいました。で、この廃止の結果で影響として起こりうるのが、多分一番大きいのは多様性が失われることですね。種子法の廃止と同時に農業競争力支援強化法っていうのが立ち上がったんですけど、その中にもはっきりと銘柄が多すぎる作物の品種を集約せよって書いてあるんですね。つまりお米に当たるんですけど、お米の中でも品種が多すぎるものは加工生産流通の上で不便だから種類を減らしなさいっていうふうにもはっきりと書いてあるんです。で、生物多様性を減らせって言ってるんです。で、あと農業、これまで培った知見を民間に提供をしたりですとか、生産が今までのように自由に行われないように企業は全部もっと影響力を持つようになったりですとか、いろんな影響力が多いというふうに言われています。あと種子法と同時に今多分巷で大騒ぎになっているのは種苗法の方なんですけど、種子法と種苗法っていうのがセットで戦後日本の種とかを管理していたんですけども、またスライドがおかしいんですけども種苗法が改正というか変更されて自家採取が一切禁止になるんじゃないかっていうふうに関心のある人の間で今ちょっと騒ぎになってるんですけれども、種苗法の背景になるのがまずUPOV っていう UPOV の1991のっていう国際条例がありまして、これは何かっていうとモンサントをはじめとする多国籍企業が種をコントロールするために農民による自家採取、交換を一切禁止するっていう条例です。で、別名でモンサント法案というふうに言われていまして、日本以外でもラテンアメリカ全体、あとアフリカの色たくさんの国々でもこれが批准されていまして、で、ラテンアメリカではもうものすごい反発運動が農民に草の根から起こっていて、メキシコとチリでは廃案になったそうです。で、ベネズエラ、グアテマラでは一度批准したんですけれども、民衆訴訟によって裁判所に負けられて、そのUPOVは憲法違反だから廃止しようということが決まった。そういう国際的にかなり問題のあるUPOV1991なんですけれども、日本は1998年に既に批准してまして、でも一気に全部自家採取禁止にすると大騒ぎになってしまうので、ちょっとずつ自家増殖禁止っていうことで今309品目が自家増殖禁止になってます。自家採取と自家増殖の違いは、自家増殖はこうツルとかを切って種から植えるに増やすのではなくて、ツルとか継ぎ木とかの方向で増やすのが禁止っていうことで、こう企業が開発した種子のうち300種類に限って今のところ自家増殖が禁止されています。ただ5月15日付の日本農業新聞でこの種苗法を
改正する、変更するっていうことで、その中でさらにその枠っていう範囲、地下増殖禁止の範囲、時間採取範囲、禁止の範囲が拡大されてしまうんじゃないかっていうふうに危惧が起きてますが、今のところはまだ大丈夫です。あと在来種とか企業が開発した種以外の種についてはまだ一切手をつけられていない状況です。ただ将来的に安心することはできないというところになっています。でこういう流れのかなり真逆 の流れとして、農民の権利と食の資源っていう考え方があるんですけど、農民の権利っていうのはこれもまた国連が承認している権利で、農民が種を管理する権利を、一番強い権利を持っているのが農民であるというふうに定められています。もしこれを採用するとすると、ユポフは完全に国際条例違反なんです、ね、この2つは今対立し合っている条例で、どっちが有効なのかというのが今議論がされています。それから食の主権という考え方もあって、生産者ですとか消費者の人たちが自分たちが何を食べたいか、自分たちが何を育てたいかっていうのを決めていく権利があるっていうムーブメントが今世界中で起きています。でこういう流れを考えると、その種子法の廃止とか種苗法の変更にただ反対していく、反対もまず大事なんですけど、反対した上で多分その先にその農民の権利ですとか食の主権とか、そういう方向に持っていかないと、ただ戻しただけで日本もまたすり寄っていくような種子法の場合はちょっとまだ危険性が残るんじゃないかなというふうに考えています。で今お話ししたちょっと屈とする話が左側も分断する流れで、こちらは種を知的所有権の対象として見る考え方だと思います。でもそうじゃない見方っていうのも世界では本当に広くまだまだ根強く残っていて、で種っていうのは手に持ってみるとただの粒なんですけれども、私一回種を握っている時にすっごいたくさんの歴史というか、その種が私の手元にやってくるまでの道のりの情報がわーって入ってきたような謎の感覚を体験したことがあって、でそれ以来種っていうのが粒じゃなくて網目のようなものとして感じています。その網目っていうのはまず時間軸、今までのこの種がここに私の手元までやってくる全ての歴史、その道のりで辿ってきた土地、風土、人々の記憶、他の生物との関わり、そういうのがその種の中に全部詰まっているっていうふうに言われています。それから気候とか天体とか文化とか儀式とか、いろんな関わりがその種の中に入っていて、それを運んで種っていうのは未来につながっていきます。で種もその種だけで存在しているわけではなくて、やっぱり他の生き物とすごく複雑な関わり合いをしながら生き物として存在していて、微生物ですとかモグラ、ミミズ、虫、鳥、本当に複雑な絡み合いの中に種っていうのを生かされて、他の生き物を生かし合っている、そういう互恵関係、総合的に生きる関係の中に種は存在しています。でさらに種が生きているっていうことも、種は物じゃなくて生きてるんだっていうことをもっと裏付けるような研究もたくさん出てきまして、これ去年日本で発表されたとっても可愛いものなんですけど、種が土の中に植わっているときに他の微生物とか天候の状況とかを把握して、いつ発芽するかを決めて他の種と会話をしているっていう研究です。すごく抽象化して言いましたけど、他の種はこうやってて、いつ出るみたいな、行くねみたいな、私出るよみたいな、そういうコミュニケーションが行われてるっていうのがこの論文です。ちょっと語弊がある可能性があるんですけど、あと他の学問では、これシステム理論なんですけど、生物っていうのは多様な生物がたくさん存在している社会の方がその社会全体の強度が上がるっていう研究で、でそれは政治のシステムでも同じであるっていうふうに書いてあって、多様性が大事だっていうことを言ってるんですけど、こんなこと多分私たちは研究に裏付けてもらわなくても多分普段の肌感覚で知っていて、多分ここにいる全員がダンサーでダンスしかできなかったらちょっと
ちょっと困りますね。ご飯作るときみんな踊りしか踊れないですけど、多分みんなが違ってちょっとずつ違う役割を持ってるからこそ自然の中の生態系っていうのを豊かになるっていう、そういうことを私たちは自然に知ってると思います。で、私の尊敬するインドの、 趣旨、タネとアクティビストのバンダラシバも、多様性こそは自然のある道だというふうに言っています。これは多分日本の自然観とすごくマッチする部分があると思うんですけど、私たちはアニミズムっていうか、全てのものの中に命があるっていうふうな考え方をまだ奥深くに持っていて、でこれが日本をはじめ韓国、東アジアに広く伝わることわざなんですけど、種をまくときは1粒に3粒、1粒は空を飛ぶ鳥のため、1粒は地の中の虫のため、最後の1粒は人間のため。で、種をまくときに3粒ずつまくっていう手法がもともとあるんですけど、そのうち1粒で、多分それに加えて人間の日本人の自然観というか、私たちは他の生き物のつながりの中でこそ生かされているっていう、その自然観がその手法と合わさってこういう言葉として残っているんじゃないかなっていうふうに思います。それから私は非常にオタクなので古い農書とかも読むんですけども江戸の農業の手法を書かれた本の農書っていうのがありまして、そこに何度も回しっていう言葉が出てくるんです。で、回しっていう言葉の意味を調べると、全ては循環しているっていう思想を表すことでして、食べ物、自然物だけではなくて、お金も世間も太陽も月も心もお互いに回り続けて循環している。で、自然のものは全て一体である。で、宇宙のものは全て回って、それで生態系が生かされているっていう、そういうことが回しっていう一言に表されていて、でもういろんな地域の農書があるんですけど、回し回しっていっぱい出てくるんですね。だから多分そういうのがもう肌感覚できっと染みついていて、もしかしたら今都会に生きる私たちとは少し違う世界観で物事を見ていたんじゃないかなっていうふうに思いました。で、私はなるべく種を扱うときに、私と自然というふうに分けて考えるのではなく、私は自然である、で地球のが健康であることが私の健康にダイレクトにつながっている、種を守ることはきれい事ではなくても本当にもうそのまま直結して私たちの幸せとか健康につながっていて、種を大切にすることは自分を大切にすることであるっていう考え方で取り組んでいます。で、この種だけじゃなくて、多分今まで農業で雑草と作物って分けたと思うんですけど、自然のとか考え方だと全ての生きているものに意味がある。で、雑草も生えていることによって、その土の中の微生物を保持して豊かにしてたりですとか、あと害虫と益虫っていうのも本当は存在しなくて、アブラムシって害虫だと思いますので、家庭菜園とかしてるとパッて湧いて葉っぱが全部食べられちゃったりとかもするんですけど、これは岡本頼高さんから伺った話なんですけど、アブラムシっていうのは、その作物が密集しすぎてたり、減らなきゃいけない、数を減らさなきゃいけない時にアブラムシがバッて湧いて葉っぱを食べてくれる。それで必要のない数だけ減らしてくれる役割があるそうです。あとはね、植物って2種類の成長方法があって、まず縦に伸びるんですね。全部今から伸びていって、である地点から成熟成長っていって実を作る成長の段階に入るんですけど、それをし損ねてただつるが伸び続けるっていうのをつるぼけっていうんですけど、つるぼけしてしまったところにもやっぱりアブラムシが湧いて、で成長点を食べてくれて、そうすると自動的にもう実を作る方の成長に切り替わる、そういう役割があるそうです。なので一概にどれは害虫だからって言って農薬で駆除していいような対象ではないと思います。これからアクティビズムで何か行動を移す時も、どうしてもやっぱり種子法とかになると政府に反対とかモンサント出ていけとか、そういうエネルギーになりがちなんですけども、やっぱりそういう反対のエネルギーで解決できないことがいっぱいあるっていうことも、何十年の経験を得てもう分かってきてると思うんです。だからもっと企業も必要があって存在しているというか、意味がきっと私たちが学ぶべきこと
あの何か知るべきことがあって、あのここから私たちはどういうことができるだろうって考えるきっかけとなっていて、その敵として見るんではなくて、そのつながりの中で全ての存在を捉えているっていう見方が大事なんじゃないかなっていうふうに思っています。でこれは私が好きなティク・ナット・ハンという仏教哲学者の言葉なんですけど、私たちは分断という幻想から目覚めるために生まれてきた。種と私、種と鳥ちゃん、種とここにいる皆様と大地、そういうつながりっていうのを全部今思い出していくタイミング、そのチャンスを今与えられているんじゃないかなというふうに考えています。で、あの具体的に何ができるかなというふうにいくつか考えていたんですけども、これ私が好きなシステム哲学者のセンゲが、危機っていうのは突破口が生まれる大きなチャンスだっていう、多分危機がチャンスだっていうのはいろんな偉い人が言ってると思うんですけども、で大事なのは多分まずはあの知ることですね。何が起きているのか、闇雲に聞いた話で動いてしまうよりも、まず何が起きているのかをしっかりと知ること、そして共有すること、それから種について学ぶこと。あの私はアメリカのシードスクールで勉強をしまして、あのコロラド州にいるビル・マクドーマンという種オタクのおじさんがいるんですけど、その人が始めたシードスクールっていうプログラムが全米中でもう大流行していて、オンラインプログラムと実地のプログラムと分かれているんですけど、私はオンラインプログラムを受けて月に1回そのビルのオタク州のすごい音声が届いて1、2時間ぐらいずっと聞いてるんですけど、種の愛が深い、すごい深いんですけど、その熱がとうとうと耳から流れ込んできて、なんかコース受け終わった頃にはなんかそれはちょっと伝染してて自分からもオタク臭がするようになってきたんですけど、なんかその洗脳プログラムみたいなそれがあの、いろんなところで流行っていて、小学校で開催されたりですとか、いろんなところにあります。あとはインドのラプザーニャっていうバンダナシバが始めた学校も有名で、あとさっき言った岡本依孝さんも今日本で種の学校を始められているそうです。で、あと簡単にできると思うのは、多分生活の中で選択肢をシフトしていくこと、食べるものを選んでいくこと、あと預金先を考えます。でそれからあの政治的アクションですね。でも国立でされたことだと思うんですけど、あの都道府県に意見書を提出、陳情を提出したりですとか、で意見書や条例を作る流れを後押しすること。で海外ではこれ反対運動も多いんですけど、あの日本ではこの種子法に関してはもう地方自治体、あの各都道府県であの既にたくさんの意見書っていうのが提出されていて、県によってはもう自分の県で種子法がなくても自分の県で種を守るっていうふうにも条例を作った県もあります。で、あの同じような事例で、私があの身近で見てた事例ではちょっとあの種苗の種類が違うんですけど、アメリカでも似たような流れがありまして、アメリカではもともと種をあの市民の間で交換するっていうのはあの合衆国の法律で禁止されていたんですけれども、それに対して市民の働きかけによって2016年にあの修正条項っていうのがあのカリフォルニア州だけに限って有効になりまして、それによって市民の間でもともと種っていうのは企業が全部種を検査してラベリングして国が認可した種のみ交換していいっていうような決まりがあったんですけど、あの市民の間で無料で交換する場合に限ってはそれを全部免除するっていう条項が作られました。これはもうすっごいたくさん の団体と市民の働きかけにの結果として生まれたので、ニュースにたくさん取り上げられました。でこれはちょっと経緯なんですけど、2014年から16年たった2年間の間でこの修正条項ができました。で多分こういう行動を起こしていく上で大事だと思うのが、さっき言った食の主権、それから種の主権、その私たちその国 が種をどうにかしてくれるのを待つんじゃなくて、そもそも食べ物とか種について決定していく権利は私たち市民一人一人にあるということ、自分たちが本当にパワフルな存在だということを思い出していくこと。で、あのエンパワーメントって言葉がありますけれども、自らがもう変革の主体として目覚めて行動していくこと、それをもう恐れなくてもいいということ。
でやっぱり今も種をどんどんなんか市民の手から取り上げて上からコントロール、トップダウンでコントロールしていくっていう流れが強いので、こっちの意識を持つことが大事なんじゃないかなって思っています。シードあの種シードソブレンティっていうんですけどの呼びかけですね。であとぜひおすすめなのが種の継ぎ手になっていただくことです。あの今日種をちょっとお土産に持ってきたんですけれども、よろしければ自分で種を植えていただいて、で自家採取する、それを体験していただきたいです。で、これもアメリカの種を守るプロジェクトなんですけど、こういうふうに今政府とか企業が種をコントロールしていく流れの中では、種を取るっていう本当に簡単な行為こそが最大の抵抗になるっていうふうに言っていて、その自分で種を取って、でさらに地域の人と交換すること、でそうやってコミュニティをどんどん作っていくこと、それが大事なんじゃないかなって思います。それに楽しいです。で、今私がしているのが、この企業がコントロール仕組みの中でどんどん抜け道を作っていくこと、で抜け道をどんどん太くしていってこっちを主流にすること、それが今目指していることです。で、いろんな抜け道があると思うんですけれども、例えばシードバンク、これはスバルバルって一番大きい永久凍土の中にあるシードバンク、永久凍土が地球温暖化に溶け出して種がない危険とかそういうニュースもあったんですけれども、でこれは私も関わっているシードライブラリーっていう活動で、公共の図書館の本棚の横に種の棚っていうのが設置されていて、でそこからそこにみんな地域の人が自由に種をドネーションして、でそこから種を自由に貸し借りしてもらって、で借りて1年がかりで植えて、翌年収穫して自家採取して戻すっていう1年がかりで戻すサイクルなんですけど、これが全部ボランティアベースで行われていて、アメリカを中心として海外でもすごいバリューがあっていて、ソーシャルネットワークっていうのも存在します。それ自由があるんだけど、で似たような取り組みは多分日本中でも行われてるんですけど、私の友達がやってるのがこの青山のファーマーズマーケットで、シアシードシードボックスを設置していて、同じようにここに種のドネーションをして、でまた種をいただいているっていう、そのギフトの循環を作っているという意味が多分日本中でも今広がっています。で、この種取りをする人のネットワークっていうのがたくさん存在したり、あと日本だと野口久夫さん、野口の種っていう在来種と固定種を扱っている種の会社なんですけど、野口さんは不定期で種のお話を講習会を各地でやってらして、2、3時間講習しますっていうイベントページに書いてあるんですけど、行くと大体6時間ぐらい行く時はおにぎりとか持っていただいてずっと喋ってらっしゃる自由気なしですごい面白いで、本も面白いですし、野口さんのお話も本当に面白いので、もしチャンスがあれば東京でもよくやってるので行ってみてください。私でもやったことないです。あ、そうでしたか。すごいですよね。すごかったです。あとオープンソースシードイニシアティブっていうのもこれが立ち上がっていて、アメリカとインドとヨーロッパに広がっているんですけど、そのコピーレフトムーブメントの一部なんですけど、その特許に対してオープンソースムーブメントってもともとコンピューターのソフトウェアでフリーソフトウェアをどんどん作っていってみんなで管理していこうっていう流れで、それと同じようにその特許が当てはまらない種をどんどん増やしちゃおうっていう流れで、これはまだ法的な有効力はないんですけど、このオープンソースシードイニシアティブが指定した種は特許をつけないようにっていうなんか文章がつけられるんですね。でこれもすごく面白く今広がりを見せていて、あとは種について知る上でも種から食卓に至るまでを全部みんなで考えていこうっていう教育プログラムもたくさん広がっていたり、あとこれカリフォルニア州の種祭りなんですけど、日本のお宅の祭典のコミケってあると思うんですけど、そんな感じで年に一度カリフォルニアのすっごい大きいホールに種
種マニアが大集結してるから、4日間ひたすら種をめでるっていうみんな自慢の種を持ち寄ってちょっとうちの種見せてくださいみたいなそういう会話をずっとしてるだけなんですけどすごい楽しいです。あとなんかワークショップをやったりとか、あと種のパンをいっぱい広がってまして、あのこれはネイティブアメリカの人が偶然発見したグラスジェムコーンの虹色のトウモロコシで、あの特にファンの多いあのアイドルの中でもファンがいるみたいな感じでトウモロコシの中でもファンの多いトウモロコシであのコミュニティがあったりするのと、あと YouTube でもあのグラスジェムコーンっていうふうにあの調べるといっぱい動画が出てきて、いろんな農家さんがうちのトウモロコシですみたいな多分興味ない人から見たら本当につまらないただトウモロコシを出すだけの動画がいっぱい出てきますで、こういういろんなムーブメントを後押しするためにやっぱり法律が絡んでくると思うんですけど、その法律面でサポートする団体っていうのも存在して、その地域の種を守るためにサポートが必要な場合はここに連絡するとあの専門の弁護士の人がサポートしてくれるっていうようなところもあります。最後に私がアメリカで今やっていることを少しだけ紹介させていただきたいんですけれども、私はあのサンフランシスコでパートナーと一緒にこのアラメニーファームっていう畑をあの運営の手伝いをしています。でサンフランシスコはアメリカの運営ですね。あのヒッピーが生まれたリベラルな面白い変な人がいっぱいいるところなんですけど、あのご覧になった方もいらっしゃると思うんですけど、エディブルシティっていうドキュメンタリー映画がありまして、日本語でも字幕がついていて、でこの映画に出てくるこのもじゃもじゃした人がうちの旦那なんですけどよかったら映画も見てみてください。もう YouTube で全部実は上がってるので見れちゃいます。で畑はあの住宅街のど真ん中にいきなりドーンってあるんですけど、高速道路の脇にあります。で大きさは 1.4 ヘクタールで、あの野球場3個分になります。で元々はあの市が管理していた空き地 で高速道路からもゴミがどんどん廃棄されるようなちょっと治安の悪い土地だったんですけれども、そこを歩いていたさっきのもじゃもじゃのアントニオがこれはと思って認知を追い始めたんですけど、彼はもともとなんか持続可能な社会を作るためにもっと自給自足する技術が必要だとかいろんなことを企んでた人なんですけど、この土地は使えると思ってあの悪い仲間と一緒にトマトの認知を追い始めたんですけどで最初は一目から始めて、あの近所に日本のお母さんが住んでたので、お母さんの庭からシャベルとか借りてきてとかザクザクやってて、で最初の頃はあの市からすごい嫌がらせをいっぱい受けまして、出てけとか、あの水を止められたりとかしてたんですけど、 でも彼は全然めげずにどんどん耕して、でコミュニティの人をどんどん巻き込んで、どういう土地 の使い方にしたら地域の人が喜ぶだろうなっていうことを考えて、あの畑をどんどん拡大していきました。そしたらあの父も全部あの有害な物質排出全部取ったりして、あのこれは今有機農業でパーマカルチャーベースの、あの全部ボランティアベースのサンフランシスコで一番大きい畑になったんですけど、であのそういうのを見たサンフランシスコ市もこれはいいかもしれないと思ってあのサンフランシスコ市公認アラメニーファームっていう看板を作ってきてくれて、もうそれを立てていったっていう経緯がありますね。でこの畑で採れたものは全部あのボランティアの人たちが作って、で無料でコミュニティに提供してるんですけれども、この畑の目的はまずは教育、食育、あの食べ物はスーパーで買うものじゃなくてこういう風に育っていただくものなんだよっていうのを体験する場ですね。あの本当に子供から老人までたくさんの人が来てくださいます。あとはあの地域のお金がなくてオーガニックの食べ物はちょっと高いんですけど、そういうものに手が届かない人たちにも無料で健康的で安全な食べ物を提供するため、それからあのコミュニティを作ること、そのリーダーっていうのをたくさん育てて、こういうあの関心あの自然とか環境に関心のあるコミュニティを作っていくこと、それから技術の関係を作ること、で
ろんな活動が行われていて、その畑の横すぐ横に低所得者向けの住宅があるんですけど、アメリカって本当に格差社会で、特に有色人種、特に黒人、アフリカ系の方々っていうのが所得が低い傾向にあって、そういう人たちに限ってそのオーガニックとかに対する意識があまりなくて、ジャンクフードばかり購入してしまうっていう流れがあって、そういう方々に野菜を健康なものを食べていただきたい、特にそういう人たちの家庭の子供たちが糖尿病になってしまったりとかということは、もう3人に1人が食べるらしくて、その何か一助になればということでやっているのと、あとコミュニティの人たちが来たり、うちの息子が土を食べてたりですね小学校の子たちもよく来てくれるのと、あと土地柄、Facebook、Twitter、Apple っていうテク系の人たちも、一時期は瞑想が流行って瞑想してたんですけど、次は農業だとか言って瞬発的な人、ちょっと間違いの人たちが農業やってて、それもまあありかなみたいなあと、ラテンアメリカ系のコミュニティでも、日曜日に全部収穫した畑の野菜を持って行って、ギフトして与えていたりとか、あとは基本的にはボランティアした人の労働の対価として、あとの野菜はシェアしてるんですけど、夕方になるとだいたい薄暗くなった頃にビニール袋を下げておばちゃんとかやってきて、こうさっさっさっ撮ってる風景もママでこういう感じで、もともとは対立してエリアで始まったんですけど、地域との対話を重ねてどんどん巻き込んでいって、で拡大して市が本気のものになって、でさらにこの SFUAA っていうサンフランシスコ都市農業連盟っていうのは、食料ポリシー政策を考える団体を作って、サンフランシスコ市と掛け合って、その都市農業を始めやすいように、その法律をちょっと変更したりですとか、あと資材を提供してもらったり、そういう協力の仕方をしています。でさらにカリフォルニアの州レベルでも同じような政策、食料政策を考えればっていうのを作りまして、みんなでどういう政策を作っていけるかっていう話し合いを定期的に努力しています。でこういう努力の結果として、今サンフランシスコ市内で100以上の都市農業プロジェクトがありまして、学校の校庭の数を入れると多分倍以上になります。で市が購入してる分、支援してる分だけで38あります。でいろんな種類のコミュニティガーデンがありまして、私たちがみたいに全部リフトでやってる場所もあれば、日本みたいな区画でスペースをレンタルできるような場所もあったり、あと教育、パーマカルチャーを学ぶためだけにある場所とかありまして、で今農業がちょっと日本にいると肌感覚で分かんないと思うんですけど、すっごく流行っていて、若い人たちの間で都市農家みたいな Google 画像検索すると、なんかイケてる人ばっかり出てくるちょっとかっこいいみたいな人たちばっかり出てきて、実際になんか農業やってるって、初めて会った人に農業やってるんだよって、おークールだねみたいな、そういう反応なんですね。なんか素敵だねとかそういう感じじゃなくて、自然が好きなんだねとかそういう感じじゃなくて、かっこいいじゃんっていう、ちょっと熱いっていう感じになってて、多分なんか常識がちょっとずれてる、で常識って多分本当に簡単に変えられるもんだなっていうふうに感じていて、日本でオーガニックの食べ物を買おうとすると、やっぱり特別 なんか F&F に行ったりとか、普通のスーパーに行ってなかったりして、オーガニックのが欲しいんですけどって言うと、ちょっと意識高い系だねとか言われたりとかすると思うんですけど、こっちだとみんなが当たり前にオーガニックのものをスーパーにバーって売っていて、みんながバーって食べている中にいると、別に意識が高くなくても選択肢が普通にあって、そこまで値段も変わらなくて、しかも美味しかったらそっち選ぶよねっていう肌感覚になっていて、多分それはもともとアメリカの社会運動、ヒッピーの人たち、1960年代ヒッピーの人たちとか、ブラックパンサーとか、いろんな人が土壌を作り上げた結果として、今みたいにこれそれが普通のスタンダードになってしまったっていう流れがあるような気がしてます。で都市農業と一緒にこういうふうなファーマーズマーケット、さっきの種の代理だと、あと牧場庭園っていうのがどんどん増えてたり、都市農家、これ友達の弁で、近所のレストランでそういう都市農業で作られた魚と全部扱ってくれたり、さっ
きのベンが作ったやつはこのバークレーで一番高いレス高級なレストランで卸されて、うん、そこの材料にします、うん、あとこれちょっと種類が方向性が違うんですけど、フォレッジって収穫、バークレーの町でその辺に生えてる果物の木を市民が自発的にマッピングしまして、この辺で今柿が食べ頃だよとかそういう情報があってそのマッピングでみんなカゴを持って集まるみたいなそういうのがあります。ポケモン GO よりいいわ。あ、そうですよね。みんなマップで調べてあ、ここだとか言って見たのあったみたいな、そういう感じでそのネットと連動して活動をしてて、でこういういろんな活動を含めて今このシフトっていうのを後押ししていく流れにあると思うんですけども、最後に私がすごく好きな言葉を紹介したいんですけど、これネイティブアメリカンの方々が合衆国から土地を買い上げられそうになった時に政府に対して出した手紙の文章なんですけど、他人についてすごく当てはまる内容だと思うんですけど、どうしたら空が変えるというのだろう、そして大地を、私には分からない、風の匂いや水のきらめきをあなたは一体どうやって買うというのだろう、すべてこの地上にあるものは私たちにとって新鮮なもの、松の葉の一本一本、石辺の芯の一粒一粒、深い森を満たす霧や草原に伸びる草の葉、葉陰を音を立てる虫の一滴一滴に至るまで、すべては私たちの領域の記憶 の中で新鮮に輝くもの。泣きそうになってで、全てのものがつながっているという感覚を本当に種に対して感じながら、これからも